安本進は、日本の俳優、タレント、DJ、モデルである。東京都出身。スターダストプロモーション制作一部所属。ヒップホップグループマジックボーイズの DJ として2年間活動。その後ヒップホップグループ本演 o、NO、j p の DJ として活動したが、グループから独立し、現在は個別の活動へと移行。俳優、ファッションモデル、ダンサー。 イラスト制作等多方面での才能を発揮している。2011年、5歳の頃から、父親の影響で DJ に興味を持ち始める。2013年、小学校2年生の時にスカウトにて、スターダストプロモーションに入所。2013年、スターダストプロモーション主催のエビ団に所属。2014年、ウェブムービー、スバル、ミニカールメッセンジャーラインに出演。 2016年ソニーインタラクティブエンタテインメントウェブムービー日本に出演。プレイステーション際のフルバージョンムービーはドラゴンクエストビルダーズカップを発表するソロトークシーンでアドリブの長ゼリフにチャレンジ、ナレーションも担当した。2016年5月ヒップホップグループマジックボーイズメンバーに DJ 上として加入。当初から DJ ガラシに指示し、 DJ 技術の研鑽を積む。2017年1月、渋谷オルガンバーでの出演を皮切りに、DJ 単独として、ライブハウス、クラブ、各イベントでの活動を開始した。対湾した、ヒップホップグループガキレンジャーのメンバーポチョムキンは、ジョーには骨抜きにされたとコメントしているばかりか、東京ヘルスクラブのシックオは、ライブハウスに挨拶に来てくれた DJ ジョーが可愛い,い。 過ぎて抱きしめたくなったと、両アーティストが、DJ 上の魅力について語っている。また、ボーイズアイドルユニットキューバーズのメンバー末吉久太郎は、心をわしかみにされてしまったとジャンルを超えた感想を、述べている。さらに6月に行われた、ヒップホップ界の重鎮、ニップスの生誕祭では、DJ 上として、ゲスト出演し、集まった多数のヒップホップ関係者の前で、 d j プレイを披露した。2017年3月、ゼン n ロックがプロデュースするファッションブランドニームズとナタリーストアのコラボ企画において自作のイラストが採用され、ロングスリーブ T シャツ等の製品化に至る。2017年3月、スタードリーマーズ番組コーナーの一つである、ワンセットムービーに出演。不良番長、鶏の難役にチャレンジした。二千十七年八月、 エビダンザライブ2017サマーパーティーのステージでダンススキルが高いメンバーが集結したエビス学園ダンス部メンバーに選ばれ校長先生役を担当レベルの高いダンスを披露した2017年10月ヒップホップクルーズーシボーイズとの対バンステージにおいて握り寿司卵コスチュームのまま側転とハンドスプリングを実演しアクロバティックな得意技を初披露した また公式ブログでは、ロンダートの実技を動画で公開している。2017年11月、パイオニア DJ の協力により、DJ 機材を、プロヨーダカ機能重装備のセットに刷新し、より高度な DJ プレイに向けたレッスンを開始した。2018年7月、マジックボーイズから全メンバーが卒業し、新グループ本 NOJP として、活動を開始した。 2018年12月、コニン、NO、オー JP から卒業を表明した。2020年8月、初の朗読紙芝居劇、ユンカースカムヒアをわらない死にて主演。名前の由来は、イギリスのミュージシャンジョーストラマーによる。趣味は、スケートボード、ゲーム、映画鑑賞。特技は、水泳、機械体操、ダンス、DJ。好物は、ラーメン、特に、 博多ラーメンのバリカタメンを好む。またまんじゅう等のあんこ系和菓子も好む。普段食べられない憧れの好物がマスクメロン。2017年に CD 化された楽曲100億イエンにはタラフクメロン食べたいとその思いが歌詞に綴られている。普段は物静かで穏やか。まるで少女アニメの世界から飛び出してきたかのような神秘的オーラをまとった横顔の造形美が眩しすぎる。 美少年である。そして一旦台本を読み始めると一体どこに、そのスイッチを隠していたのかと思うほど変化する、役者魂を持つ。以下個人での活動を記載。エビダン東京39のメンバーとしての活動は、エビダン過去のユニットに記載。マジックボーイズメンバーとしての活動は、マジックボーイズに記載。コニエン OJP としての活動は、コニエン OJP に記載。ドラマ。 ありがとうございます。